ソフトバンク国母監督、まずはファームで3割3分打って、やっと1軍の2割8分くらいの選手になるって、数字ではっきり出ている。ファームで3割と言わず、3割3分ぐらい打って、1軍に殴り込みをかけるぐらいまでの数字をまず残すのが先決なんでね。はっきりわかんだね。2軍で2割台で OPS では無双というタイプは、打てるようにならない確率が高い。言うて1軍で2割8分打ってるやつが、2軍時代3割3分よりはるかに高打率だったかというとそんなことはないからな。国母監督の発言は別におかしいことない。今年派で2割8分超えてるの、4人しかいないけどな。2軍見てない人が言うならあんまり見てないんやなで済むけど、この人2軍監督やってたんだよな。今季だけ見てるわけでも、必ずそうなるって意味でもないだろ。ウエスタンで3割3分超えならわからんこともない、イースタンの打率はクソほど当てにならん。ボーダーを設定するのが好きなんだな。数字の可視化は器用でも大事やし問題はその数値やが。データデータ言ってるけど、自分の目は信用できないの？2軍で3割3分程度じゃ無理だな。意外とデータ中なんやな。なんで今年こんなにパリーグ低打率なん？セリーグは普通なのに。毎年変動ある打率って上位何パーセントみたいに、相対評価の方がいいのでは？今年の2割8分って例年で言えば3割くらいの価値あるだろうし。育成が腐るほど得て管理できないからな。足切りとしてボーダーはマスト。何のデータだ？ Y が監督やろか。二軍の成績当てにしていいのは高卒1年目の選手だけやろ。あとは二軍に適応してるだけの打者と見分けつかない。多分ホークスの歴史を見ていってるんやろ。他球団は見てない。この人立浪なみやん。一軍レベルの速球への対応力にかかってるやろ。こんなのって通用線乗って一軍レベルの速球しばけないやつばっかやない？阿部と似たようなこと言ってるな。阿部は2軍で無双してもいきなり1軍では通用しないから、配線処理からやってもらうって感じだが。ソフトバンクってデータばっかりやな。そんなんやから大竹放出するんやろ。